お疲れ様です。9月12日木曜日朝6時の相場解説。今日はね、1時間軸から見てるんですけども、おそらくレジサボ転換して、今日のマーケットは141円台になるんじゃないかなと思います。今の価格が142円の273ですから、もうちょっと下落していったら、まあ141円という仮説がですね、まあ動き始めるんじゃないかろうかと思います。まあ主にはですね、こちらに まあゾーンがあるかなと思うんですよね。ちょっと太めになるかもしれませんけどねでこれによって、えー、上から来た流れっていうのが何回か弾かれてましたけどもねでそれが今度は下に入ることによってレジサポ転換してこの下のマーケットに展開されるんじゃないかなというふうにざっくり考えてますねこちらのマーケットからこちらのマーケットに移ったんじゃないかなというところです それではね、冷やしの方から見ていきましょう。通常は冷やしから見ていってくださいね。下落トレンドは変わらずなんで、えー、まだまだ下がることが考えられますけども、こちらのヒゲ先の勢力圏を一時的にですけども脱出して、ここまでね、ヒゲ先を伸ばしてきましたんで、このあたりにマーケットができるっていうのは、まあ、考えられることです。で、方向性はもう相変わらず、円高の方向ですからね。それまでの ドル高の方向からも完全に方向性を変えてしまいましたね、はい、で今後もこの売りの方向への動きってのは変わらないと思いますでさらに9月ですけどもアメリカ FRB がね利下げを実行するという見込みなんですよ9月の下旬に9月はあ8月の下旬にね 9月には利下げをするよっていうふうに FOB の発表がありましたけども実際に利下げをしてるっていう報道はまだないんでねこれからそれが始まるんじゃないかなと思いますでちょっとレジサボ転換の線を引いてみましょうかえーと例えばこの辺りにありますね上から来たのが弾かれてここを突き抜けた瞬間上には行きにくくなったっていうのがレジサボ転換のいい例ですねそれと同じようなところがここにもありますとでえっ、ー、とこの上に あった値、ね、動きが一旦下に行くと今後こちらの方向にねマーケットを作っていくんじゃないかそういう感じで上からギザ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 落ちていくのが下落の波動ですからねはいじゃあこれを踏まえて1時間を見ていくわけですもう一回見てみましょうえー、多分今日は141円台のマーケットを作ると思いますまあそうなったら一時的に141円台で多分レンジができるんじゃないかなと思いますねこういうふうな形です で、冷え先の勢力圏を考えても、こういう風なね、レンジが想定されるんではなかろうかと思いますね。まあ、いずれにしても、もうちょっと時間が経って14、141円台に入ってからの話です。今日はその辺を見ながら、トレードしていきましょう。で、明日はまた別のマーケットになりますので、今日午前中に見立てが立たなかったら、今日のエントリーはね、ちょっと諦めた方がいいかなってところですね。それでは、本日もよろしくお願いします。